はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3では続きですね、3つの火を消しましたので、この先の、扉が開きましたということで、先へ進んでいきたいと思います。盾はもう黒騎士の盾に切り替えてあります。独地帯ではもうないと思うんで、またね、本当はいろいろと沼地を探索したいんだけど、まあ、それは後回しで先へ進んじゃいましょう。もうあ、アイテム右の方に見えるね。っていうか、え、順路どっちだこれ。左も行けそうだよね。まあ、アイテムに釣られていきますか。うん、上にいるな、怪しいやつ。喪失石と弓で狙おう。できれば、あ、こいつカラスのあれか、前いたやつ叫んでるけど一応当たる。こっから、うん、来てる来てる来てる、呼び寄せられたか。あ、これでなんかこのカラス野郎が発狂するのか。いって、めちゃくちゃ発狂してんな。ただしここは施しでやり過ごす。上行ってあいつ倒そう。めっちゃ叫んでるやつ、うわ、毒は外してしまったからな。消えよ。この上には行けないか、段差になってるね。ここはあれだけか、上に統率者がいるよみたいな。で、目指すはなんか建物だったよね。発狂戦士が多いな。あ、っていうかダークレイスじゃん。ええ、なんだ、あ、なんだ、戦ってるぞ。しかもソウル手に入るし、傍観してよ。あれ、こっちはこっちで道がある。かがり火があるぞ。マジで例のすぐかがり火がある。あ、本当だ、行こう行こう。先に進めるけど、これどっち側に行けばいいんだ。ダークレイス側も気になるよね。気になるけどこっちも気になる。なんか後ろ向いてる。あ、これはあれか、こいつら。ほら、それなりに近づかないと気づかれないからね。待って、結晶トカゲがいる。狭いところでの戦いか。もちろん攻撃を仕掛ける。こいつはとりあえずぐるぐるしてればまあなんとかなるから。あと一発で押し切れんじゃん。雑魚だな、鱗。うん、なんかソウルも変えちゃう。強い魔法の武器、魔術使ってればいいね。この先左に注意しろ。あ、ここだよね、だよね。生贄のみっていうかさ、黒騎士って復活すんの。え、じゃあなんか黒騎士ドロップ狙えるんじゃない。ここかがり火近いし、それちょっと後でマラソンしてみよう。え、それでここに繋がってきたのか。じゃあ先へ進むのはやっぱりダークレイスがいた方だね。先にこっち見てよかったな。ただ7020ソウルか。今いくつでレベル上げできるっけ。最近レベル上げしてないから7800。ちょっと1だけど、あのソウル使ってレベル上げしてきます。あれ、汚れたひもり目の魂を渡すっていうのがある。渡してみようか。渡しちゃおう。灰の方、これは私の中に似ています。だからこそこれは私に宿ります。彼女もきっと許してくれる。私たちはひもり目なのですから。
ひもり目が暗い穴を癒せるようになりました。よくわかんねえ、ごめんなさい、謝られたんだけど。え、暗い穴を癒す、超謎。いや、レベルアップしよう。で、そうだね、ちょっと時給を20に振ろう。時給を20まで持っていきたい。で、生命、時給、体力が20になったら、ちょっと筋力を上げ始めて、他の武器とかもね、持てるようにしていきたいと思います。今のところ、グレソだよね、やっぱ持ちたいのは。でも、グレソを扱おうとすると、結局、時給もめちゃくちゃ必要になるからね。グレソが28。とりあえず28を目指す。まだまだ全然筋力足んないけど。じゃあ、帰る。これは、城塞外苑かな。ここいっぱいあるね、生贄のところ。バーランの城塞、あれどっちだ、こっちでいいのか。この人についていこう。消えていった。で、あれダックレスいなくなってんだけど。いたいたいた、ちょっとなんか俺に気づかれたら嫌だな。敵対していてほしい。この先かがり火があるぞ。あ、これさっきのやつか。いけダークレイスよ。どっちが勝つか。強っダークレイス。あ、毒になってる。いや、毒になってくれればダークレイスもヒットポイントが減っていく。いや、毒にはならなかったか。このままダークレイスにくっついていこう。結構勇ましいな、敵を見つけ次第。で、これさ、ソウル稼ぎできるじゃん。ちょっと時間はかかるけど、確実にソウルが回収できる。あのアイテムが欲しい。俺は。で、ゆっくり行こう、ゆっくり。これ取って、残り火の、こいつは？かけら。くれた、ありがたい。で、左も、行けるから、ここね。ちょっと強え、両方強えな。ダークレスちょっと減ってる。こいつらがどこまで進軍できるのか。もう敵はいなさそうだけど、俺はこっちから回っていこう。ダークレスってか敵だよね、絶対に俺見つかったら攻撃されるよね。なので戦ってる。こいつだけは始末しといてやるか、俺が。やつらに代わって。あれ、戦ってる音がすると思ったら違うか。まあいいや、いて。盾は無理やり剥がす。クロムシの弾薬、結局やつらとやり合わなきゃダメ。見つかった、来るな。ん、どうだ、あ、来た。ほらダークハンド、ゴリ押す。ダークソード、マジか、ダークソード手に入るんだ。さすがに原版は落とさないよね、さすがに。もうワンとは違うはずだから。ダークソードCD。あ、技量1上げれば使えるな。闇に滅んだ古い小国の生き残り、ダークレースの漆黒の直剣。彼らは最古の赤い瞳の侵入者であり、肉厚で幅の広い刃は独特の剣技を生んだ踏み込み。ダークソードちょっと何派生だろうな。通常の派生だったら鍛えてみようかな。あと1で使えるしね。でもう1匹どこ行った、減ってる。やつらとの戦いで消耗していたか。ひび割れた赤い瞳のオーブ。こいつは扉開けられないんだ。3人組だと思うだろう、敵が必要。ダークレイス倒したらダメだった、もしかして。これ開けておいてダークレイスを中に引き寄せた方が良かったってこと。もうしょうがない、でも倒しちゃったもんは。まあ、どうせかがり火に触れれば。ボスっぽくね。うわあ、
絶対ボスだ。これもしかしてダークレースも入ってくれんのかな。あ、この音なんだこいつら戦ってる。え、同じなんだけど見た目が。あ、やられた。ちょっとミラの帽子に似てない？ミラの騎士かな？二刀流か。左手がちょっと探検チックなものだね。深淵の監視者。え、柔らかい。怖い。回復したい。ちょっと、あ、待て、今2人いたぞ。あいつ死んだんじゃない？ほら来た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 。それはちょっと死んだと思わせてさ、あの戦いはもしかして罠だったか。いやちょっと2人組はずるい。あ、てか復活してる。もしかしてまたちょっとザコとは言わないけどザコの群れみたいな。結構柔らかかったからね。じゃあダークレイス入れられんのかな。ちょっとやってみよう。そのためにはダークレイス生かしとかなきゃいけないから、俺は右から攻めよう。お、びっくりした。お前、なるべく気づかれないように。気づかれたけど、ダークレイスに気づかれないようにしよう。あいつ何やってんだ。なんか壁にめり込んでんだけど。ちょ、目を覚まさせてやろう。マジで何してんだお前。おい、ち、弱っ。来た。こいつなんか消化しても弱そうだな。あ、来た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 。つえつえ、攻撃力がつえ。すいません、一緒に戦おう。僕たちと一緒に戦おう。てか壁霧があるからさ、霧くれるの。さあ行こう、深淵の監視者と戦おう。なんか意味なさそう。入ってこない。もう先に倒したい。全然入ってこないわ。あ、来た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 。ただ強靭はないからな。あれ、本体もしかして。なんかやばい、囲まれるのがやばい。ザコがいて、きっと本体を、あれ、どっちだ、これはザコだ。あ、ザコは余裕。なるほど、そういうことか。殴ってきた。逃げろ。あ、やばい、復活した。おお、怖い怖いけど、よし、オッケー。いや、待て、これは多分なんか全員の力を吸収して一つになるか、全員復活するか。あ、全員と力を吸収して一つになるパターンだな。マジか。まあ、確かにちょっと余裕だなとは思ったけど、ここでいかにヒットポイントを減らずに倒せるかだな。いや、やばい。第2ラウンド、ここからがマジ本番だ。深淵の監視者、その神髄を見せてもらおう。炎の延長がかかってるね。ただ黒騎士の盾は炎カット率は高いはず。ちょっと盾で様子を見ながら行きますか。ちょっと、どこ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 、いた。
エスパー5本。お、待って、見て、一発当てて、強靭は高くないね。おおおおおお、間合いを取る。まずはちょっと様子を見つつ、やばい、あ、怖い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 。エスト周りを進めてきて、あ、炎が後から来るのか。ちょっとひるみは、でもやっぱりめちゃくちゃひるむな。スタミナを生かして残せるか。いや、あれが追撃食らう、炎が追撃食らうね。そこで戦ってるっぽくない。今63とか出たけど、回復しよう。これ、これをうまくかわして、その後2発、やばい、かわせなかったか。ただまあ柔らかいは柔らかいけど、どうなんだろうな。これ3発入る。いや待て、もしかしたらこの先もあるか。あ、そんなことなかったわ。王の巻、巻の王、神栄の監視者、老血のソウル。そんなに柔らかが、強靭がなかったからそんなに強く感じなかったね。結構かっこよかったね、確かに。でこれで王のソウルを手に入れたということか。一つこれなんかあるけど、頑張れよの時間だ。特に意味はなしか。うん、そうだね。あのダークレイス何だったんだろう。よくわかんねえや。活躍の場面めっちゃ少なかったね。え、これで一回転送祭事場に帰るってこと。王のソウルを手に入れたけど、何なんだそれは。てかそもそも本当にこいつ王なの。そこからしてわからん。ひもりめに一回話してみるっていうか、なんだこいつ、こいつなんだっけ。お前か、久しぶりだな。あの女の状況を見ておく。ここはひどいものじゃないか。頭のおかしい老婆と陰気な落語者たち、棺桶だ。安心して、いかにもあの女にふさわしい場所。はっはっは、じゃあね。ひもりめさん、え、話す。なんか、あ、関係ないや。レベルアップに使っちゃおう、もうこれは。何か欲しいものがあるわけでもない。一応技量1上げて、時給も1上げて、ダークソウルじゃなくてダークソード、これを見てみよう。まあ鍛えてないからね、それは弱いよ。蘇生にさせるかって言って、今260でしょ、クレイモアが蘇生で。とりあえずプラ3までは持っていけるはずだから、プラ3にしてみよう。これはなんだ、対別的にはダークソード直剣か。直剣はまあ確かに振りやすいから。 R2 は OK。 なんだなんか今クルリンってしたダークレイスの攻撃か。両手持ち、縦振りの何なんだこれまあいいや、ちょっとネタチックな感じはするけど、かけらはいっぱいあるからもう鍛えちゃおう。お、かけらでいけるね。よしよしよし、ちょっとじゃあ鍛えよう。かけら23個もある。プラ1プラ2プラ3で180か。まあ、蘇生してないか。蘇生してる分だけクレイマーの方が強いし、まあそもそも体験っていうのもあるからね。ちょっとあんま強くねえなそう考えると。アストラの体験、んー、いや、アストラの体験まで18まで上げる気にはさすがになれない。15で一旦打ち止めにしておこう。技量はドランの総追は16必要で、あと1上げれば使える。これやってるとキリないからね。上げてあとちょっとで使える、あとちょっとで使えるってやってると結局ソウルが無駄になっちゃうんで、まあ、とりあえず当面はだからグレソだな。28、これはちょっとブレないでいこう。技量は本当にもう終わり、打ち止めで。
これはまあ一応サブとしてダークソードは仕込んでおくか。今のところやっぱクレイモアの方がいいね。まあ、プラ1になってるのと大掛け使ってあるから、さらに蘇生派生させてあるんで攻撃力の底上げがされてる今の筋力だとねっていう感じで。でどうすんだよ。そうだよ、王のソウルみたいなの手に入れたけど、ここに行けばいいのかな。裏読んでみよう。巨人の王ヨーム書いてあんじゃん、見りゃよかった。深淵の監視者ここだ、ここここ。お、王の巻を玉座に戻す、これをやればいいんだな。いやわかんねえ、一応なんか灯ったっぽいけど違いが大してわかんない。しかもさ、ここ一回降りるとさ、もう上に戻れないんだよね、ここ飛び降りない限り。やることとしてはここに戻すってことだから、王の用務でしょ、巨人の王用務で、深淵の監視者戻した、これはロスリックの聖王、あとあそこにもいるね、多分4人だよね、こいつはもういるから、うん、いるよね。ソウルを変えてくれる人で、深みの聖堂、聖者エルドレッ、てか深みの聖堂、え、深みの聖堂ってまだクリアできてないの。まあいいや、ちょっとこいつをソウル錬成、深みのソウル、深みの主教たち、あとこれも使いたいけど、これは技量だっけ。そうだね、技量だからいいや、使わない。老騎士の体験、あ、いいね、24の18か。やっぱ技量上げようかな。技量18っていうのが結構多いね。これ19だけど。アルスターの槍。槍は使わない。あ、デーモンの大斧でも筋力28か。これは、試験だから使わないでしょ。ファランの体験も、技量派生か。でも技量系はちょっとまた別の時にやろうかな。やっぱりまずは筋力28。これ。もうブレない。ちょっともう、こっち行ったよ。すげえ戻り方したな。なるほど。じゃあとりあえずこれで一旦ここの生贄の道が終わったでいいのかな。ここが分かんねえ、深みの聖堂が。まあいっか、ちょっと分かんないので、ファランの城塞に一回戻ってサクサクサクっと探索をして、次回またやっていきたいと思います。ファランの側剣、ソウルの体験はダークソウル2にあったよね、速度を重視したやつか。はい、というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。あとはちょっとここの探索をサクッとやって、次回、また続きを進めていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。